議様、この娘を教団に差し出さなくていいのですか？気が変わりました。しばらく我々の手元に置いておくことにします。その間は修羅が面倒を見るんですよ。わかりました。おい、ついてこい。逃げようと思ったら殺しちゃうからね。うん、このままぐさりってこと。いっぱい血が出て痛いはずだから、そんなことを考えない方がいいと思うよ。あ、痛いって思う暇もないか。シューラ、クンはつかないぞ。シューラ、タクミ、あいつなら今教団本部に行ってるよ。お前のことを報告するとかなんとか。じゃあ、俺も行くけど、おとなしくしてろよ。これからあるところに向かいますが、あなたにも一緒に来てもらいます。教団本部ですよね、市議様。シラ、余計なことは話さなくていいのです。ごめんなさい、市議様。
それにあなたは玄武の巫女の仲間のようですし、玄武の巫女たちへの人質に使えるかもしれません。それは我々が決めることです。あなたはおとなしく、シギ様？シギ様！死んじゃったの？シギ様、シギ様、死んじゃうのか？みんな出てて俺たちしかいないよ。シギ様、助かるのか？マリコ、シギ様、助かるのか？わかった。すぐに持ってくる。何をしているのです？このくらいの熱は。
様どうなんだ。俺シニ様がいなくなったら。それより、なぜこんなことをしたのですか。あなた、自分が人質だということを忘れているのですか。もう少し自覚を持ってほしいのですが。もういいです。ですが、今回のことは素直に感謝します。ええ、シュラにも感謝してますよ。俺、役に立てて嬉しいです。
いえ、そこまでしなくても。じゃあ、俺も手伝う。マリコ、こっちこっち。あなたは異界から来たと言いましたね。匠と一緒に来たということも間違いないのですね。あなたは第五教団をご存知ですか？彼はそこから補充兵員として送られてきた兵士なのです。あなたの知っている匠とここの匠が同一人物だと言い切れますか？ところであなたはなぜ玄武の巫女たちと行動を共にしていたのです？事情は分かりましたが、あなたは玄武の巫女の仲間だということには間違いないようですね。人質という立場は変わりませんが、逃げるつもりさえなければこの宿営地内では自由にしていて構いません。ええ、
これで僕の質問は終わりです。目の届く範囲にいるならお好きなところへどうぞ。ええ、構いません。熱はもう引いてます。何かあるのですか？あなたの敵かもしれないところに自分から行きたいとは変わってますね。第五教団には向かいますが、それはまだはっきりとは言えません。あなたが巫女である可能性がある限り、おいそれと動かすわけにはいきません。もし不凍国の青龍の巫女であるならば、なおさらです。ええ、あなたが青龍の巫女ならば、不凍国にとっての滅びの象徴ということになります。もし不凍国、いえ我が主である覇警様に関わるようなことになるなら、あなたにも死んでいただきます。今のあなたの身柄は不凍国の存亡を左右する存在かもしれないのです。マリコ、僕個人として
昨夜のことは感謝しています。ねえマリコ、俺の髪、シギ様を真似したんだよ。似てる？だろ？苦労したもん。シュラ、戦闘中は邪魔だから切るようにと言ったはずです。じゃあシギ様は？ここは俺に任せて早く離れろ。向こうに滝子が。私ならここにいるわ。滝子、なんで来てんだ。向こうで待ってろって言ったろ。大胆に出られたものですね。